アキュー性連合性脊髄変性症、またはリヒトハイム症とはビタミン B12 欠乏症によって脊髄の誤作及び即作の変性が生じる疾患である。依然的、悪性貧血、再食主義、慢性アルコール中毒に伴って発生することが多い。病理学的所見として誤作及び即作の見え銀症がまだら状に失われていくことによる アキュー性、連合性の変性が認められる。患者の症状として、次第に悪化する、手足、胴体の脱力と、ヒリヒリ感、しびれ感が認められる。左右の形成麻痺が発生し、圧迫、振動核、触覚が失われてゆく。バビンスキー反射が陽性となる。長期のビタミン B12 欠乏症は、神経系に不可逆の障害をもたらす。もし、 ビタミン B12 と葉酸が欠乏している場合、アキュー性連合性脊髄変性症が発症しないよう速やかにビタミン B12 欠乏症を治療する必要がある。ビタミン B12 の緊急投与により回復するが、回復の程度は神経変性の期間と程度による。早期に治療を開始すれば完全な回復が見込める。震度492フーネームドイット L リクハイム、ツアーケントニスデアパーンニッシュゼンアナミー、ファーハンドリンガンでドイチェンコングラスフィアインネレメジジン、1889、6、84から96、42、1887。ありがとうございます。